人気特撮シリーズで主役レギュラーを務めた俳優の出演当時と現在を比較パート4、ウルトラマンシリーズ、仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズ、メタルヒーローシリーズ、こちらの4シリーズは胸を躍らせてご覧になった特撮ファンの方も多数いることでしょう。こちらのシリーズで主役、キーキャラクターを演じた俳優たちに憧れを抱いた方も多数いたのではないでしょうか。今回はこちらの4シリーズで主役、キーキャラクターを演じた俳優たちの当時と現在を比較してみました。今回も前回に続きスーパー戦隊シリーズメインでご紹介します。なお足取りがつかめず編集できなかった方もいますので、あらかじめご了承ください。それではスタートです。まずはこちら、恐竜戦隊ジュレンジャーからご紹介します。まずはこちら、ティラノレンジャー劇役を演じたのは望月裕太さん、当時25歳でした。そしてこちらが現在の望月さんです。52歳になりました。続いてはこちら、マンモスレンジャー帽子役を演じたのはウモン聖樹さん、当時25歳でした。そしてこちらが現在のウモンさんです。52歳になりました。続いてはこちら、トリケラレンジャー弾役を演じたのは藤原秀樹さんです。当時21歳でした。そしてこちらが現在の藤原さん、左側ですね、48歳になりました。続いてはタイガーレンジャーボーイ役を演じたのは橋本拓実さん、当時16歳でした。そしてこちらが現在の橋本さんです。42歳になりました。続いてはこちら、プテラレンジャーメイ役を演じたのは千葉玲子さんです。当時17歳でした。そしてこちらが現在の千葉さんです。44歳になりました。続いてはこちら、ドラゴンレンジャーブライ役を演じたのは泉志郎さんです。特撮の常連ですね。当時31歳でした。そしてこちらが現在の泉さん、左側、58歳になりました。続いてはこちら、五星戦隊大レンジャーのご紹介です。まずはこちら、竜レンジャー天次星亮役を演じたのは和田圭一さんです。当時25歳でした。そしてこちらが現在の和田さんです。右側ですね、51歳になりました。続いてはこちら、獅子レンジャー天次星大吾役を演じたのは能見達也さんです。当時24歳でした。そしてこちらが亡くなる直前の能見さん、2017年47歳で自殺で亡くなっています。続いてはこちら、天魔レンジャー庄司役、天次星庄司役を演じたのは羽村A さんです。当時20歳でした。そしてこちらが現在の羽村さん、右側、46歳になりました。続いてはキリンレンジャー天次星和役を演じたのは土屋圭介さん、当時21歳でした。そしてこちらが現在の土屋さん、双子のお兄様と46歳になりました。右側です。続いてはこちら、鳳凰レンジャー天次星凛役を演じたのは高橋夏希さん、当時19歳でした。そしてこちらが現在の高橋さんです。45歳になりました。
続いてはこちら、キバレンジャー公役を演じたのは酒井久志さんです。当時12歳でした。そしてこちらが現在の酒井さんです。38歳になりました。続いてはこちら、忍者戦隊カクレンジャーのご紹介です。まずはこちら、忍者レッドサスケ役を演じたのは小川照明さん、当時26歳でした。そしてこちらが現在の小川さんです。51歳になりました。続いてこちら、忍者イエロー正解役を演じたのは河合修さんです。当時23歳でした。そしてこちらが現在の河合さんです。47歳になりました。続いてはこちら、忍者ブルー才蔵役を演じたのは土田博さんです。当時22歳でした。そしてこちらが現在の土田さんです。47歳になりました。続いてはこちら、忍者ブラックジライア役を演じたのはケイン小杉さんです。当時20歳でした。そしてこちらが現在のケインさんです。45歳になりました。続いてはこちら、忍者ホワイト鶴姫役を演じたのは広瀬さとみさんです。当時14歳でした。そしてこちらが現在の広瀬さんです。39歳になりました。続いては上力戦隊オーレンジャーのご紹介です。まずはこちら、オーレッド星野五郎役を演じたのは宍戸勝さん、当時27歳でした。そしてこちらが現在の宍戸さんです。51歳になりました。続いてはこちら、オーブルー三田裕二役を演じたのは合田正史さんです。当時25歳でした。そしてこちらが現在の合田さん、49歳になりました。続いてはこちら、オーブリン四日市翔平役を演じたのは正岡邦夫さんです。当時27歳でした。現在は51歳になります。写真は49歳の頃、左から2番目です。続いてはこちら、オーイエロー二条樹里役を演じたのは穂高あゆみさん、当時21歳ですが、45歳現在の写真はありません。続いてはこちら、オーピンク丸尾桃役を演じたのは佐藤珠緒さん、当時21歳でした。そして現在こちら45歳になります。佐藤珠緒さん、いかがでしたでしょうか。懐かしいと思われた方もいたのではないでしょうか。歴史がどんどん浅くなっているため、最年少の方は30代の方もいますが、ショックだった方もいたのではないでしょうか。そして改めて同シリーズの歴史の長さを再度感じた方もいたのではないでしょうか。昭和から平成、そして令和と時代が移り変わりました。時代は変わってもスーパー戦隊シリーズ人気は色褪せることなく未だに輝き続けています。今後も新たなヒーローの誕生を期待したいものです。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。